僕は今日からおねかつを始める。鍵っ子の僕にはご飯が食べられて退屈な時間を潰せるなんて都合がいい。今さらだけど怖い人だったらどうしよう。ああ、君が歩夢くん、待ってた。入って。あ、はい。ちょうどよかった、今ご飯できるところだったんだ。そこを座って、荷物はその辺に置いてくれればいいから。はい、よかった。優しそうな人で。オムライス好き？はい。よく考えたら知らない人の家に上がるなんて、まあいいよね、みんなもやってるし。はい、どうぞ。え、すごい、いただきます。なんだこれ、美味しすぎる。料理が得意とは聞いていたけど、こんなに上手なんて。というか人の手料理を食べるなんて何日ぶりだろう。これ食べたら一緒にゲームしよっか。あ、すごい。難しい。あ、そこです。ああ、惜しい。いきますよ。なんて言うのかな、すごく久しぶりだ、こんな風に人と過ごすの。次はこれ見ようか。うん、人と一緒にいるのって楽しい。でも断るごとに当ててくる。なんで？ああ、もうこんな時間か。あと少しだけど時間あるね。何しようか。うん、そうだな、今日の分のお礼してよ。お礼ってそんなの聞いてませんよ。おねかつってそういうの必要なの？だって歩夢くんだけいい思いしてずるいじゃん。こういうのはウィンウィンじゃないとさ。だから絞ってよ、私のおっぱい。